苦悩事業のうち、北家農薬王品、平安後期の作、国宝、鉄集寺所有、東京国立博物館帰宅。沈んだ色の金礼地に、彩度の高い川瀬見色を散りばめた見返しへの濃密な、彩りの美も、去ることながら、それとは、対照的に、本文漁師の色使いは抜けるように明るく、全面に施された品位ある藤色が、ひときわ美しい。 苦悩事業のうち、随気苦読品、平安後期の作、国宝、個人像、金銀霊で装飾された本文漁師が絢爛豪華で、見返しには金銀の切箔も散りばめられている。妙法蓮華行受記品、平安後期の作、資本着色、牧書、一巻、重要文化財、MOA 美術館所蔵、咲き誇る桜の花を、 原先からめでつつ語り合う平安貴族の男女が見返しに描かれている。資本着色鮮明ホッケ業殺し平安後期の作。国宝。東京国立博物館所蔵。今資金事無料、吉爪ひらはじめ親の発盤ゆえに、ひらはじめ親眼鏡とも言う。自称2年の作。今資金事、一巻。東京国立博物館所蔵。画像は見返しの部分であり。 根治を背景に極彩色の古蝶学による十種、供養伝ともの図を描いている。装飾行は、表紙、見返し、本文量紙、本文、軸首、紐などに衣装を凝らして美しく装飾した仏教の教官。写経と万行の別なく見られ、東アジアで古代から現代まで作られている。双言ともいう。紫色、紺色などの染め紙を用い、金礼。 銀霊で経文を書詮した者、漁師に金霊、銀霊などで死体を描き、金銀の箔を散らした上に書詮した者などがある。洗面社経もこの類。日本の美術史をび書道士で、装飾業という場合、平安貴族などの発願によって制作された、美麗な経典を指すことが多い。奈良時代、日本の朝廷は仏教によって国家を安定させようと考え、 国営の写経書を設置して、写経を大々的に行った。そこでは、写経用の紙は中外を防ぐために、大爆で染めることもあった。染められた紙は中外を防ぐためだけではなく、美霊にもなり、やがて中外を防ぐという当社の目的以外に、ふっつの世界を目のあたりにしようとの意図で、経典自体に、荘厳さを持たせるために紫色あるいは紺色の紙に、金霊。 銀霊で教文を書詞したり、金箔、銀箔で装飾した装飾業が作成されるようになった。小燥院文書によれば、奈良時代にも染め紙に金銀の箔を散らした漁師が経典用に用いられたことがわかるが、この種の漁師を用いた経典の現存遺品はほとんどない。この種の装飾業が制作されたのは、単に美麗さを求めたためだけでなく、経典を金、銀、 ルリ、メノーなどの、執法で証言しようとの意図があったものと思われる。この時代の代表作としては、日本各地の国分寺に安置された、金光明最小王行、東大寺二月堂に伝わった、昆肢銀あざけ本行,行などがある。平安時代には、紺色の紙に、金霊で経文を書写する、金肢金字経が数多く制作された。これは、紺色に染めた漁師に、 金礼で回線を引き、金礼で文字を書くものである。中には、中村事業のように、今氏に金字と銀字を一行ずつ交互に配した金銀行書教もある。また、色合わりの漁師を用いたもの、漁師に金銀泥の切りく、のげ、砂子を散らし、草花、蝶、鳥などの下絵を描いたもの、ホッケ行の教文の一文字一文字に連題を書き添えた、一字。 連大法華行などがある。この時代は国家が事業として社協を行ったのではなく、権力を握った貴族や大事者によって社協が行われた。当時の法華行信仰の流星を反映して、装飾行にも法華行を書者したものが多い。また、平安末期に流行した浄土信仰や末法思想の影響で、貴族らは極楽王女を願い、 全美を尽くした装飾業が競って作成された。この時代の代表作として、大春元年に藤原清平が発願して作成した、金資金銀霊一歳教や、長官二年に、平家が五福島神社に奉納した平家農協がある。平家農協は、表紙や見返しに華麗な装飾画を描き、漁師のみならず、漢軸や紐にも、装飾工芸の域を尽くしたものである。 ここでは、国宝か重要文化財の指定を受けている薪を一つでも含むものと、その条件からは、外れはしていても何らかの特質性が認められるものに、限って記載する。キリスト教においては、ヨハネス・グーテンベルクの活版印刷によって聖書が一般に普及する以前は、筆者によって聖書は作成されたため、多大な手間がかかるものであり、教会や貴族にしか作成することができなかった。 そのような中、余白に絵を描いたり、古代ギリシア以来のカリグラフィーによって、唐草模様のような字体で文字を書かれた聖書が作成されるようになった。このような写本を英語で、イルミネーティッドマンション像はスクリプトといい、日本語の漢訳で、装飾写本、彩色写本という、ありがとうございます。